実は今札幌北海道にいます。なんでですの？サーモンパークっていう鮭の遡上、鮭の遡上、そう、川をわーって戻っていくところを見に行きます。なんでそれまたどうして見たかったの？そうだな、リージが友達に見せたいっていうことでこれをメインで来ました。レーサーモンパークが近いと思う。そう、もう歩いてちょっとで、はい、その中に水族館もあるので、後ろに誰かいてる。マミーもね、います。これだから札幌じゃなくて千歳、空港のすぐ近くです。じゃあここに行ったら何見れるの？鮭。鮭の逆流と、そう、サーモンパーク千歳の中に千歳川見るのと水族館があって、鮭を上から見るんじゃなくて、こう川の中のところからスタートのところから見えるらしい。見えるかな、楽しみやね。いるかな、ね、行ってみましょう。見て、鮭の遡上プリンソフト。え、すごい。鮭が乗るの、帰っていくところの、ほら、ここが有名やから。見て、これかわいい。これ北海道、すごい。これも美味しそう、全部美味しそう。めっちゃいろんな美味しそうないっぱいある。すごい、これショートケーキ乗ってる。水族館から見る。水族館がこのスタート地点、鮭の。ああ、じゃあ水族館から。じゃあ水族館から。じゃあちょっとマミーたち待ちましょう。ジージプレゼンツ。そう、でも孫にそう見せたいっていう気持ちが嬉しい。優しいね。うん。じゃあ水族館から行きましょう。ラちゃん次行こうか。ラちゃんへばりついてるわ金魚に。行こうか。え、これは？わ、すごい。え？何これ？え？わ、すげえ。すごっ。何これ？これ赤ちゃんらしいね。そうなん。すごい。え？これちゃん。すごい。こっち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 。え？え？おー、すごい、すごい、全部鮭。すごっ。怖っ。怖っ。でっか。すごっ。すごいな。なんか歯がさ、でっ。おー、すごい、全部鮭。すごっ。全部鮭これ。え、多分全部鮭のふるさとやから。え、すごい。なんかさ、集合体で見ると可愛いな。うわこれ。すごい。どうぞ。すごい。すごい。ジジどっか買ってみた。わちゃんちゃん。わちゃんちゃん。わちゃんちゃん何してる？すごい大きいね。わ次のゾーン行ってみる？次のゾーン行こうか。ポケのゾーン。うわぁ、すごいね。こんなじゃない。ポケだ、ポケ。え、すごい。おぉ、これは何？すごい。奥もあるよ。奥もあるね。え、すごい。キャー綺麗な展示の仕方。え、すごいね。ママ魚触れるって。なになに、触ってみたら、触ってみたら、ちょっと吸いちゃう。怖いな、手洗ってこなあかんらしい。サメ触りますよ。サメ触ってくれる。いい顔。あ、来た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 。あー、気持ちいい。すごい。冬行くよ。いい、うん、いい。なんかスクイーズみたい。行くよ。どんなフィッシュ？行くよ。すごい。うん、やるらしい。やるらしい。めっちゃ突っ込めるみたい。はい。よいしょ、いて。よいしょ、いて。こっち来ますか？あ、出てきました。こっち来ますか？入れて、入れて。うわ、やば。あら、
あらあら。すごいね。ほら。おお。じゃあここだって、なあちゃん。ん？何何？か本当の川の中。ここから見てるらしい。現場やって現場。ほら。え、すごい。めっちゃいるじゃん。水族館の魚じゃないの。本当の。外の酒。だからこういう木の枝とかがしてんの。うん、え、外で暮らしてんのこの子たち。そう。すごいね。餌とかどうするの。川の上から見てみよう。次上から見てみる。うん。上から見ましょうか。上から見てみよう一回。はーい。イエーイ。いい天気。どうなってるんだい。はい。なんてだよ。見れるやん。インディアン水車。すげえすげえ。すごいすごい。すごい。シャケいっぱいいるよ。そんな見える？すごい。うおすごい。すごい。やばいってこれ。すごい。そうや。すごい。感動じゃん。うん。思ってた以上より100倍すごい。そう。インディアン水車って言うんだってかな。あのマイク持って実況してや。今。千歳川のサーモンパークに来ています。水車を見て鮭がドバドバと出ています。すごいです。あれはなんていう水車ですか。イタリアン水車。イタリアン水車。イタリアン水車。ママを追いかけてみます。ここここここ鮭登ってるとこ見えるから。このちっちゃいの見える。下がずっと上がってる。ほんまや、ほんまや、すげえ。ここがバーって鮭がすごくいます。流してんねや。そう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 。すげえすげえすげえ。すごい。何水車。イタリアン水車。いやいや。ほら全部頑張って登っていってるよ。ほら、うん、すごいで、ね、こんなん世間様が見たらどう思う。すごい量やな。ほら誰全部世間様の一言。すごいですわ。これ見られへんかと思ってヒヤヒヤしたわちょっとね。感動。ちょっとなんか酒好きだっちゃうぞ。酒られへん道やな。うわー、鮭食べて帰ろう。お酒が合うかもな。ダジャレ言ってるもんだ。誰もそばしか気づいてない。でもさ、こう見るとなんかかわいそう。できればな、避けたいけどな。ね、避けたいな。あのさ、今入れられてるやつでスーパーで売られるの。多分そうだと思うね。だからあそこ引っかかったことによって、もう終わりよ、人生。だからもう最悪やーって叫んでるとこやろな。今やったよ。あ、もうそう。あ、飛んだ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 。おー、すごい。で、今ぴょんぴょん飛んでた。飛んだな、そんな。ね、今その2匹見れた。そうじゃん。すごい。さっきシャケ飛んだよな。さっきシャケ飛んだよな。さっきシャケ飛んだ。おお。もうシャケ行っとくで。シャケ行こうかも。シャケ行こう。シャケ行こう。こっからママの毛で落としてる。何したのお前。ママシャケんでます。見たじゃん。見た。面白かったな。面白かった。すごい。めっちゃすごかった。よかったよかった。すごいすごい。はい、シャケおいで。シャケおいで。道の駅行きますか。はい、おいで。うわ、なんか美味しいのいっぱいあってさ。ほらさ、あのさっきのいちごのやつ食べ、飲みたい。いかいかいか。どうでした。楽しかった。すごかったね。楽しかった。うん。あ、もう僕なりはこれで終わりということで、実は、はい、この前にも、はい、旅をいっぱいしてるんだよね。そう。これは別動画。そう、北海道グルメとか、うん、まあ、子供が楽しめるとこも行っております。なんかいろいろしたよね。馬乗ったり、うん、自転車乗ったり。そう、楽しかったね。うん、パパが一人で一生懸命漕いでくれて、うん、ね。じゃあちょっと最後にサーモンの逆流の感想を。最後、鮭が2匹ぐらいだけって見れたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。ママさあ行こうか。県まで言えてない。行きましょうか。はい、行きましょう。さあ問題です。はい。うわ、なんていう橋でしょう。サーモン橋。正解。すごえ、え、はあ、問題ですわ。すごいな。耐えてるな。うまいわ。さあもう見たし空港行こうか。